どうも皆さんこんにちは。本日も何卒よろしくお願いいたします。さあ、自粛中に毎日スニーカー買ってみたですが、今回は特別編でお届けしたいと思います。ルール自体はいつも通りで変更はありませんが、今回購入したスニーカーは自分自身のために買ったものではないというところもありますので、一部内容を変更してお届けしたいと思います。さあ、今回紹介するスニーカーなんですが、母の日のプレゼントに購入したものになっております。そのため普段やっている着側のコーディネートや履き心地などのレビューは今回はなしとなっております。その代わりといってはなんですが、女性にスニーカーをプレゼントする時のコツなどを紹介していきたいと思っておりますので、よろしければ最後まで見ていただければ幸いです。そちら動画の後半になりますので、今回のスニーカーにあまり興味ないなという方はぜひ動画の後半に飛んでみてください。それではまずスニーカーを紹介させていただきたいと思います。定番の赤箱になっておりますが、ウィメンズモデルということでかなり小さな作りとなっております。では肝心のスニーカーの方を見ていきたいと思います。その肝心の中身がこちら、ナイキウィメンズエアマックスディアでございます。2018年にデビューしたこちらのモデル、デザイナー、エンジニア、開発担当者と製品担当者は全て女性、4人の女性たちによって生み出されたスニーカーはまさに女性による女性のためのスニーカー。つま先をシャープにした足型の採用などで、女性が履いた際に美しいラインが出るように設計されている女性向けのモデルとなっております。ということで、今回は母の日にこちらのモデルを買ってみました。まだ家にいる機会も多いと思うんですが、最近は通勤をスニーカーでする方も増えておりますし、自粛が明けたらこのスニーカーを履いて通勤してもらえたらいいかなと思って、履き心地の良さそうなこちらのモデルを選びました。ウィメンズモデルっていうこともあるんですが、やっぱ男性の目線だけでいくとなかなかこのモデルって選ばないかなというふうにも思ってまして、少しこうやっぱり珍しいモデルという感じがしますよね。正直他のエアマックスの類とかリアクトとかも考えたんですが、やっぱりこう女性による女性のためのモデルというのはもらう側の女性からしても嬉しいのかなというところもあって、こちらのモデルにしてみました。で、今回こちらナイキコムで購入したんですが、確か購入価格7000円くらいだったかなというふうに思います。正直おかんなんで、そんなにすごい高いものじゃなくていいかなというふうに思ってたので、ちょうどいい価格でした。それでは細かくこちらのモデル見ていきましょう。全体を白と黒のモノトーンで配色し、ワンポイントでゴールドを配色。ソール部分はエアユニットを最大限に目立たせる厚底仕様のミッドソールを採用しており、エアバッグは半透明な TPU パーツでカバーされております。つま先部分や終端近くなど目立つ部分にゴールドが配色されており、高級な雰囲気も漂います。スーシュは小さく配置されており、派手なスニーカーが苦手な方でも手に取りやすいモデルとなっています。女性の足型を意識したトゥーにかけてのシャープなシルエットは着用時の足のラインに配慮されています。またヒール部分はエアバッグに大きくエアーの文字が配置されているほか、4人の女性デザイナーが手掛けたことをヒールに4つのドットで表現するなど、遊び心も取り入れられています。はい、ということで見てみましたが、私も今回いろいろと調べてみて、やっぱり初めて知ったことが多かったですね。女性が女性のために作るスニーカーだと、やっぱりこんなに視点が違うのかというところも勉強にもなりましたし、すごくいいモデルだなというふうにも改めて思いました。やっぱり女性目線で物事を考えるっていうのも大事なんですよね。という盛大な前振りをかましたところで、今日は特別編ということで続いてこちら行きたいと思います。ということで、本日は女性にスニーカーをプレゼントする時のポイント、コツをお伝えしたいと思います。今回は個別にどういうタイプの女の子にはこういう靴、こういうタイプの女の子にはこういう靴
というわけではなくて、できるだけ広い範囲でタイプを問わず全体的に当てはまりやすいというところにポイントを絞ってご説明したいと思います。もちろんこんなおっさんが一人でザレ事を言ってるというわけではなくて、ある程度の数を統計としてお伝えさせていただこうと思います。というのも、昔から女性にスニーカーを選んだりスニーカーのコーディネートをしたりするということを結構な数こなしてきておりまして、まあ、結構な数といっても大したことないんですが、だいたいサンプル数50ぐらいだというふうに思っていただければと思います。最後に、今回はスニーカーにそこまですごく興味がある女の子ではないということが前提になります。こんな子は対象じゃないよっていうのは、エアマックス95と90の違いとか、ジョーダン1とダンクの違いがわかるみたいな女の子は、もうその時点で今回の対象からは外れるというふうに思ってください。前置きが長くなりましたが、それではここで3つのポイントを紹介したいと思います。3つのポイントはこちら。まずファッションに合わせるっていうところなんですが、いやいや当たり前のことを何言ってんねんと思われる方も多いと思うんですが、意外と見落としがちなのがこちらなんです。で、ファッションに合わせるっていうのが一番大切と言っても過言ではありません。実際に私がコーディネートやスニーカーを選ばせていただく際にも、どんなスニーカーが欲しいかとか、どういうイメージかっていうことを聞くと、ほとんどの方が自分の服装に合うようなスニーカーがいいというふうに回答されます。ほとんどの女性にとってスニーカーというのはファッションの中の一部になるんですね。スニーカーはあくまでもファッションの一部、コーディネートの一部となるので、まずはファッションに合わせるということを強く意識してください。ここを強く意識するだけでもかなり変わると思います。で、1点だけ例外がありまして、それは何かというと、ランニングシューズなどのような、どちらかというと機能性を重視したモデルをプレゼントする場合です。で、そういう場合は結論から申し上げると、絶対に一緒に行って選ぶということが大切です。自分一人で選ぶ場合は、よほどそのジャンルに自信がない限りはやめておいた方が無難です。というのも、例えばランニングの場合、その人の走り方の癖などにかなり影響される部分が大きいので、自分一人で選ぶということにはかなりリスクがあるというふうに考えてください。ということで、まずは趣味性の高いジャンルは避けてライフスタイルシューズをプレゼントする、その上で服装の趣味に合わせるということをまずは強く意識してください。続いて2つ目、ローカットよりなんですが、これはですね、よほどのこだわりがない限り、ハイカットのスニーカーではなくローカットのスニーカーをプレゼントした方が無難です。理由は大きく2つあります。まず1つ目が、ローカットのスニーカーの場合、どんなパンツの丈、スカートの丈にも合わせやすいということがあります。先ほどもお伝えした通り、女性の中心はスニーカーではなくコーディネートです。もちろんハイカットのスニーカーをうまく履きこなせるとかなりおしゃれにも見えますし、可愛くも見えると思います。ただし、その分ハードルが上がってしまいます。なので、ローカットの方が無難というのが1つ目の理由です。もう1つの理由は、スタイルがよく見えやすいということが挙げられます。コーディネートや服装と同じくらい大切なのが、このスタイルをよく見せたいというニーズです。一般的に足全体の中で足首が一番細くなっていると思います。その足首を細く見せることによって、足全体を細く見せることができるのですが、ハイカットのスニーカーを履くと足首のくびれを隠してしまい、せっかく細く見えるポイントを隠してしまうことになります。そうすると足全体にメリハリがなくなってしまい、足全体が太く見えてしまうんですね。もちろん足の細さを気にしない方には当てはまらないんですが、全体としてローカットのスニーカーをプレゼントする方が外れが少ないです。続いて最後が、迷ったらこの色という色選びになります。ファッションに合わせるって言ってもなかなか難しいし選びにくいよという方に向けてになりますが、鉄板の色というものがあります。その色はズバリ白です。これにも大きく3つ理由があります。まず1つ目は、またコーディネートの話になるのですが、女性がスニーカーを履くときは多くの場合カジュアルさを求めることが多いです。そうするとよりフォーマルな黒などの色よりも明るめの色が好まれる傾向にあります。もちろんコーディネートが中心なので白は合わせやすいということも挙げられます。もう1点、白のスニーカーは汚れが目立ちやすいと思うのですが、一般的な女性はジェイソンマークやクレップなどを使ってスニーカーをケアするということまではなかなかしないです。
そのため比較的スニーカーの寿命が短くサイクルが回る。つまりはすでに白のスニーカーを持っていたとしてももらって困るものではないということが挙げられます。最後の理由ですが、他の靴との色の競合が少ないということが挙げられます。女性の持っている靴の種類といえば、パンプスやブーツ、サンダルなどスニーカー以外にもたくさんあると思います。皆さんも思い浮かべていただきたいのですが、白のブーツやパンプスを持っている方ってそんなに多くないと思うんですよね。なのでいざワードローブに入れるとなると、白という色はスニーカーがメインの選択肢になるんですね。このため白のスニーカーというのがメインの選択肢になってくると思います。ちなみに具体的なモデルを挙げるとするのであれば、今の私だったらローテク系だとバンズのエラやオーセンティック、ハイテク系、ボリューム系だとエアマックス90を中心に考えるかなというふうに思います。あと白なんか誰でもわかるし当たり前やろ、他の色ないんかいという方には、似たような理由ですが時点でベージュをお勧めしたいと思います。はい、ということで最後のまとめです。相手の服装をイメージして白のローカットのスニーカーを選ぶ。これで外れのないプレゼントができると思います。またプレゼントするときには、いやー何しようかなと思ったんやけど、やっぱふんさんには白が似合いそうやなと思ったのと、あとコーディネートもやっぱしやすいのがいいかなと思ってこれにしたわ、みたいな一言を添えるといいでしょう。先ほどまでの理屈っぽいことは考えはしても相手に伝える必要はありません。白が似合いそうという言葉に特に意味はありませんが、言われて嫌な人はいないでしょう。皆さんなりに気の利いた一言を添えることが何より大切です。はい、ということで本日は特別編としてスニーカーをプレゼントする時のコツを中心に、ナイキのエアマックスディアをご紹介しました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。